はい、それでは、今から滅味を始めていきます。滅味、はい、でその滅味を始めていくんですけど、滅味っていうのはこの全体的な木のバランスを整える、うん、でそういうふうな目的もありますし、あと木のまあこの枝棚のこの輪郭のラインが分かりやすくなることによって剪定がしやすくなるっていうふうな効果もあります、うん、はい、それでは始めていきましょう。まずこの枝見ていただいたらこういうふうにこう輪郭に扇形にはこうなってるんですけど、ここがちょっとはみ出してますよね。そうだね、特に、うん、ね、はい、こうはみ出しているところの部分をこういうふうに指でこうつまんであげてください、うん、でつまんだ後にこの剪定、まあ、あの先端のこの目、この目の部分をこういうふうにこう持っていただいて、うん、こうですね、こういうふうに、でそうするとこうピッ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 とこうはみ出しているところの部分分かりますかね、うん、先っぽがこうバラバラになってる。そう、うん、でこの部分のところをだいたいこう輪郭だいたい同じぐらいの、うん、まあ、スパンでまっすぐにすること。そうこういう感じにこう、うん、こういう感じにこう葉っぱをこうつまんであげてください、うん、でこうほらするとカッパがこうだいぶ揃いましたでしょ、うん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 、これは滅味ですね。でこういうふうな感じで先端のボワーンとなっているところの輪郭っていうのをこうつまんでいただく、うん、でこの作業ですね。はい、わかりました。はい、じゃあちょっとやってみてください。はい、わかりました。じゃあこれをやります。はいはい。でこうの束を掴んで切るようにします、うん、掴む場所はだいたいこれぐらいだと思います。いや、ちょっとそれだとちょっと奥すぎるんですよね。奥すぎるのはちょっと根元すぎる。ここでつまんじゃったらちょっと奥に、まあ、あの新しい芽の成長点があまりにも少なすぎるんで、うん、もうちょっと菅野さん外へ上の方がいい。もう本当に先っていう感じで、そうですね、でそこでもこうここほらこうやって強い部分のところもあれば弱い部分のところもありますよね、うんうん、だから強い部分のところは多めに取って弱い部分のところはそんなにこう取りすぎないというふうな感じになりますでしょう。こういうふうな取り方だということは大体これぐらいの長さで、うん、こう短いところはちょっとで長いところはたくさんという感じで、そういう感じですよね。なるほど、うん、じゃあこれでちぎっていきます。はい、お願いします。でもこういうザクっていう感じの、そうザクっていう感じ、なんかちょっと怖いですね、うん、怖いかな、うん、はいはい、こんな感じでいいかな。はい、はい、いいです。話します。こういうふうにあの、うん、白いとこの芯が残る時ありますよね、うん、でこういうところはちょっとまあ大きく成長しているところなんか芯が残りやすいんで後でハサミで切ってあげてください、ね、こういうちょっと白くなってる、はい、白くなってるとこね、はい、じゃあこれで一回話します。はい、お願いします。はい、じゃあもうどんどんやってくださいね。はい、やってみます。はい、はい、これで、まあ、滅味作業は終わりました。はい、終わりました。はい、まあうん、かなりこう枝がね、なんか、うん、どうですかね、菅野さん、感想的には。そうですね、すっきりして、すごく見やすくなって、この初めに言ってたこう棚ですかね、うんうん、その棚っていうのが分かりやすくなりました。うん、はい、随分ね、こうはっきり分かるようになりました、ね、うん、頭の方なんかだいぶね、ボサボサしてたのがだいぶね、印象変わりましたね。そうですね、印象だいぶ変わりましたね、うん、でこれから、まあ、ちょっとこう、その枝を、まあ、ちょっともう少しね、うん、ちょっと強く飛びすぎているところとか、そういったところを、まあ、剪定するっていうふうな作業に今度は入っていきますね。分かりました。はい、はい、じゃあ、終わりですね。はい、今回は、まあ、滅味の動画でした。はい、それでは次回は、まあ、剪定の動画をお送りします、それでは、はい、まあ、今度、まあ、頑張ってやってみましょう。はい、剪定頑張ります。よろしくお願いします。はい、それでは、以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆さん、動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また、疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは、一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。